ケットがお送りするゴージャス動画。はい、美容室に行った当日に前髪を自分で切りました。さゆりんでーす。イエーイ。クラゲーでーす。はーい、クラゲーだよー。目が光ってるからクラゲー。はーい、光ってますねー。ちょっと移動させてあげましょう。ちょっとね、私、今回ね、PS4 を持ってきたんですよ。で、ゴージャスさんとね、対決したかったんですよ。前いろいろ対決したの覚えてます？やったね、やったね。そう、ちょっとお互いそこまで差が開かなかったから。マリオカートもやったし、そう、レトロゲームもやったし、うん、ね。そう、で、レトロゲームはやっぱりゴージャスさんに塩梅が上がったから、うん、やっぱね、今時のこのコンシューマーの、うん、って言ったら FPS ですよね。いやね、そのマリオカートでゴージャスと対決した時にさ、うん、まさかよ、うん、あのバナナをずっと手に持ってあの走行してるから何すんのかなと思ってたのよ、うん、ゴージャスが先に走ってるにもかかわらず、うん、いきなりピュッて投げてドーンってぶつけた時があって、あ、そうなの、あの当てたんだよね。すごいよ。そう、狙ってたの。だからね、うん、あのもともとその FPS、うん、ヘッドショットが大好きだって言ってたじゃない、君は。うん、それ今言い方に語弊があるけれど。あ、間違ってた？そう、うん、あの、まあ、ヘッドショットするとあのすぐに倒せるから、うん、好きなのであって、うん、まあ、そうね、ヘッドショットが大好きです。ちょっとバカにしただろ。バカにしただろ、今。そんなことないよ、クラゲ。まあ、あの、今回やるゲームは、サユリンが今最もホットなゲームと称する。そうなの、デスティニーですね。そうなんです。イエーイ、デスティニー。そう、このデスティニーはね、うん、私クランを初めて作ったの、自分で。クラン、クラン、うん、クランって言って FPS の場合はクランっていうの、同じチームメンバーのこと。なるほど。そう、一緒に戦うからね、うんうん、それの隊長になったの。おお。で、そこのメンバーの中にはランカーさんもいるの。ほう。そう、上手い人たちが結構いるんだよ。中で隊長なの。うん。これもすごい光栄なことだ。そうなの、光栄なの。そう、一番うまくないんだけど、隊長なの。大丈夫なの、そんな人がリーダーで。そう、大丈夫なの。でもね、足はね、そこまで引っ張らないよ。なるほどね。そう、女だからって言われないように。おー、それが一番嫌なんだ、女だからって言われるの。そう、もう一番嫌だから、ね、素性を大体隠すの、うん、始めようかな。よし、じゃあね、ちょっと見てみようか。はい、さあ、はい、では切り替えてください。これがオープニングムービーですね。おお、久しぶりに見るな。すごいね、なんかグラフィックが。グラフィックすごいでしょ。今のとこ一番いいんじゃないかな。はあ、もう実写みたいだもん。うん。うわ、ほう、これは人間かな、人類、人類かな、どっかに到達したんだね。うん、実写でしょ。もうすごくない？火星か、火星、これ火星かな、コスモドローム、これ地球。もうここめっちゃ行くようになるよ。で、旧ロシアなんだ。そう、これ何年後の話なんだろうね、これね。何年後なんだろう。すごいな、これ、うん、ツンドラ地帯、これ。わかんないよ。わかんない、うん、あれ、なんか車のね、残骸がいっぱいあるね。こういうとこでこう、ちょっとね、隠れたりしてる敵がいるんだよね。やばいんだ。うん、道路が真っ二つ割れてるね。道路とかね、こういう塀とかも当たりがあるからね、ぶつかったらダメなの、体力削れちゃうので。ゴーストちゃん、今飛んでるゴーストちゃんが仲間ですね。あ、これ？この子仲間なの。いい子ですよ。あ、なんか探索してた。で、これあれ敵ね。敵？うん。うわ、人間の骨。そう。ゴースト。ゴーストちゃん。お、何か捕らえた？うわ。敵。プレデターみたいな。ね、かっこよくない？キャラデザ。うん。おお。まさか。
おお、怒ったのかな、この人。見つけました。見つけました。怒ってない、怒ってない、怒ってない。ほほう、クラゲの仲間だよ。仲間？うん、宇宙人だよ、みんな。宇宙人か。ガーディアン、ガーディアン、成功です。生き返りました。一体どれほどあなたを探したことが。私はゴースト。おう、これからはあなたのゴーストです。おお、長いこと死んでいたのですから、理解できないことがたくさん出てくるでしょう。自分目線だ、これ。そう、ここは危険です。彼らにやられてしまいます。おう、シティに向かう必要があります。じっとしてください。あら、心配しないで、一緒にいます。うわ、これゲーム画面なの。実は映像じゃなくて。すごくない？すごいよね。ここはフォールの領域です。え、なに、これさらに進んでんの？これ進んでるんだよ。くるって回ってよ。くるー。おお、上も向けるの？上も向けるよ。おお、うん、すごい。酔わないようにね、うん、これあんまり酔いにくいけどね。じゃあちょっと注意しとこう、ユーザーさんに。そうだね、課長、多少ね、画面見て、酔う方もいるかもしれないので、気をつけて、そうだね、ご覧ください。まあ、こうやって、こうしましょう。フォールに見つかる前に武器を確保するのです。まだもう手に武器も何も持ってない状態だね。今襲われたらやばいじゃん。そうなの、やばいんだよね。武器見つけないとね。もう、もう。操作簡単そうだな。でさ、あの左上のマップのところにね、はいはいはい、矢印ついてるでしょ。あるあるある。そう、その方向に向かえばいいだけなの。おお、簡単でしょ。なるほど。で、敵赤いレーダーのところにいるから。向かってってんの今。そうだよ、明るく言うな、俺。手ぶらで行ってるんだよ。おお、そう。まあ、こうやってね、進んでいくんだけど、ちょっとね、最初はレベル低くて長いから、キャラクター変えるね。どっかに向かってんの？これはね、タワーっていうところに向かっていて。向かってんの？そう、私たちは人間というか、ガーディアンって呼ばれる人物なんですよ、うん、人類なの、一応人類で、うん、その、地球のタワーっていうところで、みんな、ミッションを受けて、うん、で、そこから出発するんですね。なるほど。じゃあ、これからミッションを受けに行くんだ。そうなの。なるほどね。あ、合わせてくれたね、今ね、ちょうど遠くに。そうだね、切り替えすごいね、うん、え、このベンダーから依頼を受けるの？そうなの、この子からね、こういう、バウンティーっていうんだね、ミッションのこと、うん、なるほど。死なずに完了するとか。おお。こう、10体倒せとか。なるほど。そう、ミッションでテルソウルを倒せ。なるほど、ちょっと面白いところ。うん、じゃあこれをやるよ。違うところでゲームしてるのがたまらないね。もうなんか君出てるもんね、なんかうにょうにょ体から出てるよ今。違う画面でやるのがすごい新鮮。新鮮、うん、いつも引きこもってやってるから。うん、明るく言ったね、引きこもって。そうだよね。え、はっはー、これから金星をパトロールと。そうなの、ほら地球から行ってるでしょ。ああ、向かってる。これは金星ルートだから、毎回ね、うん、金星とか火星とか、うん、向かう方角によってこの見た目変わるから。変わるんだ。そうなの、凝ってるでしょ。凝ってるね。そう、ロードの時間を感じさせないんだよ。ちなみにワープにはかなりのエネルギーを要するらしいよ。やっぱりそうなんだ。地球30個分ぐらいのエネルギーだって聞いたよ。すごい、なんかもう体重減っちゃうね。戻ってこれましたね。まずどこへ行きますか？え、もう自分目線で武器持ってんのね。そう。これは何？ん？ミッションをね、自宅するとき、これを四角ボタンを押すとミッションを自宅できるの。私たちの実験にとって重要な情報となるレリックがこの辺りにあるわ。おい、何これ？これ便利なんだよ、マシン。そう、すげえ。すごい、かっこいいでしょ。かっこいい。空中を浮きながら移動するんだよ。はー、すごい。いいでしょ。エンバー洞窟を抜けて、うん、はあ。まあ、調査せよ。あ、なんかいたよ。そうなんだよ、いたよ、いたよ。そう、まあ、ちょっと、あら、おお、お手榴弾みたいなの投げて、
うまいねいや、まだなんかね、そんな見せてないんですまだまだまだ全然、そんな序の口序の口、そうだねまだね、みんな何とも思ってないと思うよ上から目線で見てるはず FPS の人たちは、まあ、そりゃすごい人たちいっぱいいるからねそうだよおっ、おっ近距離もいけるのかすごっ、うん、おっ、おっおっ切るの好きなんだよおで、体力が出るのが今までのさ、FPS よりも楽なの白いの分かる今増えていくのあ、増えた増えたあれ体力なのこれ分かるから、私が死んでしまうかどうか分かるのあ、今までのゲームにはなかなかなかったそうなの今までのゲームとかってさ、まあ好きなんだけどね、うんうん、あの体力ゲージが血の表現だったのその血で自分がそろそろやばいよ的なそう、それが怖かったのなるほどねけど、白いゲージだからやりやすくなったよほほー、うん、おー、うん、おーおおおおおクラゲが見たかったヘッドショットがいいやつね今のやつ？うんヘッドショットもう行われてるんだねそうだよそうかこれか君が大好きなヘッドショットそう、うん、大好きではないんだよ一発で倒せたりするから好きなんだよああなるほど、うん、どこだ、うん、あ、そこだどういうことそこだってうんあ、ね、今はい、このフォーチャーボーカルとはウィンターレイヤーにあるテクノロジー貯蔵庫の解析を求めているなるほど完了した解析で、その場所に行かなきゃいけないのこの矢印あ、そっか、上かこれね、今ミッション中なのなるほど、うん、なんか入れたうんすごっなんかねヘッドショットだシャッ、うん、ヘッドショットできるやつとできないやつはい、くらいなんだ、うん、なんか、とりあえず全部敵でいいのそうだよ、基本的には敵あの、青色の名前、レベルついてるのはあの、仲間というかガーディアンだね、同じで、この場所それを解析するの。そう、これでミッションあるよ。見てるからな。ってか言いながらやってる人で。おお、ヘッドショット。そう、黄色いのが出たでしょ。うん、そう、それはヘッドショットしてるね。で、これで1個ミッションが終わったの。終わったんだ。うん。はあ。もっと違うやつがいい？いやいやいや大丈夫？段階だからそうだね、今回はパトロールでしょうね、いろいろあるからやることそうか、そう、10分間のミッションとかね、回収にお金を出すわ、リストからこれを使ってスピリットブルームを集める、そう、こういうのをね、集める要素もあるの、収集する、うんうん、そう、それでその洋服のレベル上げとかに使うんだよ、うん、はぁ、するとなんかスキルがそうそうステータスが上がったり防御力が上がったりするなるほどね、うん、頭これ四角だね四角いのこれもねいろんな種類があるんだ、うん、楽しいんだよ楽しいんだよこれ気持ちいいねこれ気持ちいいんだよこうやってブーって加速することもできてあでもねやりすぎると壊れるのバイクがえやるよ、うん、ちょっと見せてみるよ演出するってことかするそうちょっとずつ壊れちゃうのピン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 あーいかんじゃん壊れたでもね、生きてるのどういうことうんバイビ、ビークルって言うんだけど、バイクだけ壊れた、うん、また復活できるんだうんすぐに復活できる優しいでしょ移動は優しいんだよね爽快だね、これそう気持ちいいの敵いっぱいいるけど、スルーしてんの今うん、もうね、敵にはね、うん、そんなにもうスルーしていい敵なんですよ、あの子たちは。うん。
うわすごいすごい。そう、ビークルで引くこともできるんだよ。スーパーチャージ完了。うん、スーパーチャージっていうのはこういうこと。結構強いんだよ。うわ強っ。そう、一発でだいたいね、いっちゃうの。このくらいレベルならここにずっといたら無敵じゃん。じゃあ、うん、どこにいてもスーパーチャージャー溜まるんだよ。そうなんだ。うん、全て確保しました。おタワーに送り返します。ミッションクリア。うん、でね、この落ちてる白い玉がウーポンの玉なんだ。なるほど。そう、うん、で、ミッションしますよ。うん、おお、また乗った。うん、これね、すぐ呼び出せるんだよ。すっごい。うん、デッドオービットにはガーディアンの力が必要だ。じゃあこの子たちを今度倒しなさいっていう指令をします。なるほど。詳細は暗号化しておく。どこに出たの今その指令は。これね、左に出てるんだ。収集したドッキングキャップって見えてる、ね、あ、はい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 。で、これをこのパッドボタンを押すと。なるほど。出るんだ。ドレックを倒し、研究のためドッキングキャップという神経結合部を集めろと。ははー。でも最初はね、ドレックってのが何なのか分かんなかったからさ、いろんなものを倒したよ。はー、珍しいんじゃない、その、元も子もないけど、うん、サイリンみたいな女の子がこういうの好きってのってが、あのね、うん、そうみたい。ただね、私ね、ちょっと喋りながらとゲームが崩れるんだけど、ごめんね。ヘッドショットみたいだよね、ちょっとね。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。喋れないとね、うん、あのね、中学生の頃に仲いい親友がね、うん、もうゲームが好きだったの。うん、そう、ミオちゃんって言ったけど、うん、で、みおちゃんって、みおちゃん超かわいいよ。え、松竹芸能のみおちゃん。うん、違うよ。あ、違うんだ。うん、同じ学校のみおちゃん。あ、みおちゃん。あー、ね、その子が、その子に、私何、鬼武者化したのかな。うん、そこから二人ともゲーム人類が始まったんだよね。なるほど。はあ、で、その時にこういうやつもやったの。そういう時はやってないんだけど、二人ともやっぱりね、鬼武者を通ってきた女子だからかね、FPS が好きなの。あー、鬼武者 FPS じゃないんだけど、うん、ああいうがっつり遊びたいっていう思いが、こういうところに繋がるんだね。あー、そこからスタートしたからか。そう、がっつり系が好きなの。おお、ガーディアン、仲間のガーディアンがね、倒してきてる。こうやってね、奪い合いになることもあるの、結構。あ、そう。敵の。そう、自分が早く倒したくてさ。あれは、CPU はやってるの？うん。あ、敵？仲間。仲間、仲間。同じガーディアンっていう種族は、今、オンライン上に入ってる人なの。おー、じゃあ、どっかでやってんだ。そう。ほほー。でね、この敵 AI もね、レベルによっては、うん、あ、AI ね、うん。レベルによっては、すごい頭がいいの。隠れる動きとかが一定じゃないの。もう普通ゲームってね、敵は一定の動きしやすいでしょ、うん、ものすごいのがね、硬いだけじゃないの。まあ硬いんだけどね、やっぱり、うん、学習するんだ。超すごいよ、もう死んじゃうよ。はあ、終わった。もう十分です、お疲れ様。今何個目だ？今金星のパトロール3つも完了してるんだよ。ほう、うん、じゃあさ、うん、なんか、うん、慣れてきたから、うん、ここはちょっと次の段階見たいから。分かった、いいよ。あとは対応する。ミッションは暗号化した。じゃあ一回戻るね。うん。